なんだい？ん？あの、はい。ああ、ありがとう。はい。あ？ちょっと。うん。よろしく。わかりました。いいですか？いい？おい。いつか行こうか。我々の剣がついてこい。
俺たちが勝てる。楽しませてくれよ。我々の剣を見せてやろう。よし行くぞ。我々の剣を見せてやろう。行くぞ。ついてこい。やった。私の剣に耐えられる。行くぞ。ついてこい。任せろ。つい。我々の剣を見せてやろう。任せろ。どうにか倒せましたね。それじゃ帰りましょうか。うむ、そうしよう。二人ともご苦労だったな。いえ、先輩のお役に立てたようでよかったです。それではまたな、キリト。
そしてメディナ諸島連士。はい、またお疲れ様でした。また何かありましたらどうぞ声をかけてください。ああ、もちろんそうさせてもらうよ。すごい猫かぶりだな。猫をかぶっているというわけではない。ソルティリーナ先輩は尊敬に値する人だからだ。行くまでどうするか迷ってたくせに。それはお前に誘われたからだ。お前に誘われたら最初は断ろうかと思う。なんだよその格差は。では失礼する。で無視か。あれ、その方向ってことは猫の餌やりか。ああ、そうだが、帰りにオートで調達したのでな。俺も久しぶりに様子見に行こうかな。しばらく見ないうちに大きくなってそうだし。うん、なんだ、見に行っちゃいけないのか。別に好きにすればいい。あいつを飼い猫にすることを提案したのはお前だ。つまりお前があいつを見に行く権利はある。それを阻むことはオルティナノスケとして礼節を欠いた行為だ。うむ、だから存分に見に行っていい。猫じゃらしとマタタビと魚パイを与えることも許そう。そんな言い訳しないと許されないのかってちょっと思ったけど、よし、それじゃあ決まりだな。言っておくが大きくはなっていないぞ。な、ああ、そういえば食欲ないって言ってたよな。そうだ。なるほど、ちょっと心配だよな。ああ、だから今日はあいつの好物を買った。ああ、いたいた。あれ、寝ているのか。メディナ。爪。え、死んでる。どうして。おや、薄汚い猫。いや、お前の飼い猫が死んだのかい。お前、メディナの婚約者。ここへ何をしに。いや、餌やりだよ。お前が来ないときは。そんな。餌って何をやったんだ。餌は餌だ。まあ私たちにとっては甘い菓子が。こいつ、なぜそんなことを。これはお前の飼い猫なのだろう。ならば餌をやってはいけないという決まりはない。しかし。もしかして私を疑いでもしているのか。私は飼い猫に餌をやっただけで、禁忌目録違反は何一つとして犯していないぞ。猫にやってはいけない食べ物など法で決められてはいないからな。メディナ、なんで黙ってるんだよ。こいつは。うるさいな。ヘミは第一、お前は目障りなんだよ。まさかあれもお前がやったのか。大方この女にたぶらかされた口だろうが、貴族のたしなみに平民が介入する権利などないと言いか。平民が介入する権利などない。それこそそんな決まりはどこにもないぜ。お前がどう思うが勝手だ。でもメディナがそんな奴じゃないってこと俺は知ってる。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。キリト、もういい。メディナ。さあメディナ、君に用があるんだ。はい。いい子だ。ダメだメディナ、こんな奴に従うことなんてない。逆らうともっとひどい目に遭う。今度こそ何をされるかわからない。でもメディナは強いじゃないか。剣の腕も神聖術の腕もあいつなんかより上だ。お前にはわからないんだ、あいつが一体。メディナ、心配するな。私はそんなこと。いいから。
一体何を隠してるんだ。言いたくない。お前だけには何があっても。それじゃ助けられない。教えてくれ、一体どうすればメディナを助けられるか。誰にも助けてほしくなんてない。英雄を気取るのもいい加減にしろ。追ってきたりしたらお前を一生許さない。いいな。メディナ。さあ、せいぜい私に従い役に立ってみせるんだな。たとえ欠陥品のお前でも、お前は私の役に立てるんだ。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言って、あんな奴ので払いのけろよ。どうした。嫌だ。何か言ったか。あなたと一緒に行きたくない。お前逆らうのか。嫌だ、こんなのはもう嫌だ。叩きたければ叩けばいい。私はもうお前の言うことは聞かない。おとなしく言う通りにした方が身のためだぞ。あいつは関係ない。貴族の力がどんなものかお前はよく知っているだろう。どうして。いやはや、オルティナノスケの闘志が落馬とは、慣れないことはするものではないです。こうなると分かっておられたのでは。我らを疑っているのか。では我が息子と。ああ、そういえば乗馬競争の賭け金はどうなさいました。何でもオルティナノス殿はマナ娘に牧犬の替えを買ってやりたいと言っていたそうですから、ね、メディナ城、それでは香典代わりにお渡ししましょう。賭けの勝者が私だとはいえ、オルティナノス殿がお亡くなりになった以上持っていても仕方がないのでね。父上、知りすぎているぐらい知っている。ではどうすればいいか分かるな。メディナ、墓を建ててやろうと思って。お前どうしてまだここにいるの。メディナが戻ってくると思ったから。墓ここでいいかな。もう俺が建てたんだ。そう、これはお前が。メディナ、一体キリト、礼を言うよ。弔いの手伝いをしてくれたこと。珍しいな、メディナがお礼なんて言うの。これが最後だから。どういうことだ。本当に最後にしてほしいんだ。なんで。もう私はお前と関わりたくない。お前だって分かっただろう。私と関わると楽なことがない。でも俺たちは友達。私はお前を友人だなどと思ったことは一度もないよ。お前は無神経でおせっかいでバカで、繊細さを欠いていて妙な技を使う平民。私にとってお前はそれだけの存在なんだ。貴族としてお前と共にあることが恥ずかしいよ。
それにメディナ、本当にすごいな。余計なことを考えてしまう。私の人生にそんなものだから、これでもう友達ごっこは終わり。メディナ、やっぱりお前何か隠してるんだろう。隠し事など何もない。私はこんな人間なんだ。お前たちをバカにする来欠陥品だろうが、高慢ちきな貴族だ。ではな、キリト。おい、メディナ。これでいいんだ。それ以来メディナは俺やユージを徹底的に避けるようになった。授業ですれ違ってもすぐにどこかへ行ってしまう。そして俺も彼女に話しかけること、何よりメディナがそれを今は望んでいない。そうやって歳月は流れていった。それじゃあ行くか。そうして検定試験が始まった。さてと、先生相手の試合審査は後で、まずは型の演武の試験からだね。ああ、演武の審査場が分かれてるから、とりあえずどこに振り。その反応でどういうことか想像がつくよ。ライオス殿、今回の演武試験は見ものですな。順番待ちの間、卑しい田舎剣術使いの演武を拝めるとは。ウンベール、型らしきものも何もない剣術に演武などということがまず間違っている。曲芸の方が正しい呼び方であろう。まさに、どんな芸を見せてくれるのか楽しみですな。ユージオと俺は同じ会場だ。それからあいつらもね。勝手に言わせておけばいいさ。奴らが笑おうが試験の結果には関係ないからな。ユージをやるじゃないか。みんなユージオの方に見とれてたぜ。そうかな。まだ結果が出てないから何とも言えないよ。やっぱりユージオは型が得意だよな。俺も見習わないとって思うんだけど、なかなか難しいんだよ。キリトの演武の早業を真似する方が難しいよ。未だに違反にならないかどうかヒヤヒヤする。安心したまえ。お兄さんはまだ一度も早技の演武で教官に怒られたことはないぞ。ただいまよりライオス・アンティノス初等練士演武試験を開始する。ライオスの演武か。授業の実技で型をやっているのは何度か見たことがあるけど。ああ、俺もだよ。よろしくお願いします。
の構え。はっ！なんだ、ただ刀の演武をやっているだけなのに。せ、キリト。ああ、口だけだと思ってたけど、あの動き。そうだな、きっと奴の肩から感じるこの気迫と殺気は本人のイメージによって生み出されたものだ。言うならば絶対的な自尊心。そしてそれは他者を踏みつけるたび拡大していく。奴は何よりも誰よりも自分が貴族であることを誇っている。え、それってどういうこと？はっ！ライオス・アンティノス、審査をこれにて終了する。ライオス殿、お見事です。見たか平民、これがハイノルキア流貴族の剣なのだ。貴様らの野卑な曲芸とは格が違うわ。なあ。うん。行くぞ。この日の検定試験でライオスとウンベールはこれまでにない高順位へと上り詰めた。型の演武、共感相手の剣術試合、そのどちらでも俺とユージオに拮抗したのだ。あいつらがあんな実力を隠してたなんてね。ああ、やっぱり思った通りだった。奴らはおそらくこれまで手抜きをしてたんだよ。でもなんで手抜きなんてする必要があったんだろう。あいつらが上級修験士の先輩に頭を下げて身の回りの世話をしたりする光景、思い浮かぶか？全然。そうか、そば好きになって人の世話をしたりするのが嫌だからわざわざ入学試験では手抜きしたってこと？でもその後はなんで？あくまで推測だけど、学年最後の進級試験でだけ勝てばいいって思っていれば普段は手を抜くだろう。そして今日本気を出したのは目の前で俺と友情が見ていたからだろう。今後は注意した方がいいな。ただのバカないじめっ子ってわけじゃなかったってことだ。なんだか理解できないよ。だって彼らがまともに練習している光景も見たことないし、一体なぜそんなに強いんだ。あの方を見て感じなかったか？え、古代な自尊心だよ。自分は貴族で誰よりも偉いから誰にも負けると思っていない。自尊心、あいつらは確かに自尊心の塊だ。でもそれを強さに変えられたらたまったものじゃないよ。心配するなよ、奴らに勝つ方法ならあるぜ。勝つ方法？この世界では剣に何を込めるかが重要なんだ。剣に何を込めるか。あ、自分が誇れる何かだよ。それが奴らにとっては古代な自尊心なわけだけど、ユージオにだって込めるものがあるだろ。難しいな。だって
僕はまだまだ剣士としては未熟だ。修練は重ねているけど、すぐには思いつかないよ。まあ、それでもお前の剣に込めるべきものはお前が見つけなきゃいけない。ユージオにもいつか見つかるさ。俺が保証するよ。うん、だといいな。ねえ、なあ、うん、つまり、だけど。そっか、そういえば、うん、あのね、それで、だけど、なあ、それで、でも、ユージは、そうだ、キリト、なあ。え？うん？よし。おめでとう。もしかして。ああ。それで、やれやれ。大丈夫だよ。ありがとうね。いいね。よかった。大切にするよ。ああ、あのさ、なあ、キリト、でも、つまり、ユージは、うん、キリト、大丈夫だよ。ああ、ねえ。な？
頼む。ああ、そう。あのさ、それは、ああ、なあ、ダメだ。頼む。メディナ、どうして。俺たちが北セントリア定律修験学院に入ってもうじき1年が経とうとしていた。お前に稽古をつけるのもこれで最後なのだな。ええ、最後だからこそ一つ聞かせてほしい。何ですか？キリト、お前のアインクラッド流にはまだ私にも見せていない先。アインクラッド流の先、おそらく上位ソードスキルのことだろう。だが訓練用の勃剣の優先度では発動することができない。私は幾度も考えた。一体なぜお前は私と同じ独自流派の使い手でありながら一点の迷いも持たないのかと。そしてあることに思い至ったのだ。お前のその揺るぎない強さ、そして自信の理由、それはお前が秘めたる力の中にあるのではないかとな。私はただ見たい、いや知りたいのだ。わかりました。近々必ずリーナ先輩にお見せします、アインクラッド流のさらなる秘奥義を。ありがとうキリト。それでは始めようか。今日は一年の総ざらいだ。はい。さあ行くぞ。ありがとうございました。お疲れ様キリト。本当にお前は成長したな。まだまだです。謙遜するな。これまで私が世辞を言ったことがあったか。あ、いえ、リーナ先輩はいつも本音で俺に指導してくれました。分かっているじゃないか。妙だな、お前の成長を嬉しく思う反面、少し寂しいような気持ちもある。リーナ先輩、稽古はこれで最後だ。だがお前にはあともう少し私のそば好きとして働いてもらうことになる。最後までよろしく頼むぞキリト。こちらこそ最後まで厳しいご指導よろしくお願いします。いいのか。それでは稽古終了と言ったが、今から素振り100回だ。そこまでの厳しさはちょっと。冗談はほどほどにしておこう。だがキリト、お前とユージオに頼みたいことがある。課外授業の依頼がまた来ていてな。
何でもまた貴族の狩猟地で獣が発生しているらしい。わかりました、遊女に話してみます。ああよろしく頼むぞ。よう遊女、いないと思ったら水やりしてくれてたのか。うん、誰かさんはうっかり忘れてるんじゃないかと思ったからね。ありがとう。それにしても随分育ったね。もうつぼみが膨らんできているじゃないか。ここまでに3回失敗してるからな。今度こそ咲いてくれるといいけど。半年間一緒にこの花を育ててきたけど、キリトにこういう趣味があったとはね。ああ、俺も意外だよ。前にも思ったんだけど、もしかしたら記憶が戻る前兆なのかもしれないね。ルーリットに現れる前のキリトは自宅で花を育てていたとか、あるいはそういう天職だったのかも。どうだろうな、植物の知識は何もないけど。ねえキリト、どうした？キリト、もし記憶が全部戻ったら。どうする？だってさ、キリトがこの学院で修験士を、最終的には聖号騎士を目指しているのは僕の目的に付き合ってくれてるからだろ。アリスを探すっていう。でも記憶が戻って生まれた町のことを思い出したら。俺がログアウトするためにはシステム管理者ないしはシステムコンソールに類するものを見つける必要がある。それが存在するとすれば氷境界セントラルカセドラルの中枢部のはずだ。だから俺もまた友情と動機は違えど聖号騎士の位を得る必要がある。とはいえ友情に現実世界のことは話せないし、心苦しいが今は隠しておくしかない。いや、たとえ記憶が戻っても俺は帰らないよ。俺は元いた場所では剣士だった、それだけは確かだと思う。花を育てる趣味があってもな。剣士なら王都の四帝国統一大会を目指すのは当たり前だろ。キリト、僕は弱い人間なんだ。ギガスシダーの下でキリトと出会わなければ今もまだ毎日一人で斧を振るってたと思う。天職を言い訳にして本気で村を出ようともせず、いつかはアリスのことも忘れてしまって、ザッカリアで衛兵隊に入れたのもセントリアで修験学院の試験を受けられたのもキリトが僕を引っ張ってくれたおかげなんだ。だからせめてこの学院を卒業するまでにはキリトと同じくらい強くならなきゃって。それなのに記憶が戻っても帰らないと言ってくれたことに僕は今すごくホッとしてるんだ。前にも聞こうと思ったんだけど、その時はもし君がいつか帰ると答えてしまうのが怖くて聞けなくて。あのな、言っておくけど俺だって一人じゃとても王都までは来られなかったんだからな。俺たちが今この学院にいられるのは二人だったからだよ。二人で力を合わせなきゃ上級貴族の若様だの帝国騎士団の精鋭にはとても勝てないぞ。一人で頑張ろうなんて考えるのは聖護騎士になってからでも遅くないだろ。そうだね。僕らは二人でここまで来たんだから、二人であの白い塔を登るんだ。そうさ。ところで友情、一つ頼み事があるんだけど。早速二人で力を合わせるってわけだね。近々青バラの剣を貸してくれないか。リーナ先輩と約束したんだ、最後に一度だけ本気の剣を見せるって。できれば課外授業で実践を行うときにその剣を見てもらいたいんだ。なるほどね。青バラの剣を自由に使うのは構わないけど。なんだ？キリト、忘れたのかい？僕をそのために呼びに来たんだと思っていたんだけど。え？
何の日だっけ。ほら、あんなに楽しみにしてたのに。ん？あ、あ、そうか、あれが出来上がる日か。あ、いや、まさかもう1年経ったなんて。どうする？青バラの剣を使うか、それとも。いや、俺の剣を使うよ。よいしょ、取りに行くのに付き合ってくれ。もちろんだよ、キリト。見ろい、このありさまを。この国連岩の砥石は3年使えるはずが、たった1年で6つも全損してしまったわい。それで剣はできたんですか。これが。待て待て、若いの、まだ研ぎ代の話をしとらんかったな。後期丸1年加えて高級砥石6個分じゃ。まずい、衛兵隊で稼いだ金はこの1年間の町での買い食いなんかでかなり減ってるぞ。大丈夫だよキリト、念のために僕もお金全部持ってきたから。だ、助かるユージオン。とはいえ、俺たち2人の全財産を合わせてもそれってもしかして禁忌目録違反。ただにしといてやらんでもない。本当で。ただし、若いの、お前さんがこの化け物を触れるならじゃ。化け物ですか。素材の段階でとんでもなく重かったこいつを北の果てからここまで運んできたんじゃ。見込みはあろう。ルーリットの村を出てしばらく歩いた頃、俺たちの前にガリッタという名の老人が現れた。ガリッタ老人は元ギガスシダーの刻み手、つまりユージオの前任者だった。ガリッタ老人はユージオがついに木を切り倒せた理由を尋ねた後、俺たちを再びギガスシダーの元へ導いた。切り倒されたギガスシダーのてっぺんの枝を剣で断ち切れというガリッタ老人。なんでもその枝は最もソルスの恵みを吸い込んだものらしい。ガリッタ老人はその枝を王都セントリアの北七区に店を構える。しかし言っておくぞ、こいつ剣として完成した途端またひときわ重くなりよった。あれ以上に重くなったのか。カジシやサイクシはテラリア神の加護でどんなに上等な剣も運ぶことだけはできるはずなんじゃが、わしとて1メル持ち上げるのが精一杯じゃ。キリト、やってみるよ。俺はこれまで無数の剣を手にしてきたが、その大部分が VRMMO のオブジェクトだった。しかしそれでも、あるいはだからこそ、塚を握っただけで伝わるものがある。右の手のひらから腕、肩を経て背筋に続々と走るこの感覚。そいつを触れるかね。ユージオ、下がってくれ。うん、行くぜ。すごい。学院のひよっこ連士がそいつを振り寄ったか。いい剣です。当たり前じゃい、国連岩の砥石6個じゃぞ。出世したら剣は細工師サードルの作と広めてくれりゃいい。そいつはたった今からお前さんのもんだ。
本当にありがとうございました。名はお前さんが考えるんじゃぞ。うちの店の看板でもあるんじゃ。妙な名前をつけんでくれよ。考えておきます。それじゃあ店名が減ったらまた研ぎをお願いしに来ますんで。うん、言っとくがその時はただにせんからな。もちろんです。よし。うん、二人とも準備はいいな。ええ、問題ありません。俺もいつでも行けますよ。気合入ってるね。こいつを思いっきり試せる機会だからな。では今回は全てキリトに任せるとしようか。いや、さすがにそれは冗談だ。さて今回も無事に終わらせよう。Thank you.
強そうな相手だ。さあ行くぞ。君と奪われてもっと勝てる。ジェネレーターブライダーディスチャージ。これは禁令持ちのセルルト城。また平民の小僧と騎士気取りの遊びをしているのか。遊びではない。私たちは課外授業として貴殿の資料地に侵入した獣を討伐したまでのこと、そして学院から命じられた獣の討伐は済ませた。早急に失礼させていただく。待て。まだ何か。資料地への侵入は致し方あるまい。だが無断で獣を狩ることは許すわけにはいかぬ。無断で獣を。先ほども申した通り、私たちは獣の討伐を命じられてここへ来たのだが。それは本当にこの獣だったのか。どういうことだ。私は今朝から狩りのためにこの獣を追っていた。お前たちの狙っていた獣は別の個体ではないのか。何。つまり貴様らは私が追っていた獣を間違えて討伐したのではないかと聞いている。いや、私たちは断じてそんなことはしていない。どこに証拠がある。貴様らは私の狩りを妨害し獲物を殺したのだ。謝罪を要求する。セルルド、リーナ先輩、一度衛兵隊に戻って確認を取りましょう。そうですよ。たとえ僕たちが間違っていても、わざと貴族の狩りを妨害したわけではありませんし。まあそれでも構わん。しかしその前に言っておかねばならないことがある。4頭以上の貴族である貴様に貴族採決権を行使することはできぬが、かつて皇帝の反感を買った家の者が他の貴族との間にわだかまりを作ることになる。なんなら本件を次の議会にて皇帝に進言しても良いのだぞ。また禁令持ちの一族が盗みにも似た非礼を働き、自らその名を泥に汚そうとしているとな。わかった。どうすればいい。頭を下げよ。三頭借子ともあろう娘が自身に尊敬の目を向ける平民の前で頭を下げるその姿が見られるのであれば許してやる。おい、ダメだよキリト。相手は上級貴族だ。
反論すればどんな手を使ってくるかわからない。構うもんか。たとえ状況が悪化してもリーナ先輩を助けずにいつか後悔するよりマシだ。キリト、リーナ先輩、頭を下げる必要なんてない。俺たちが間違っているかもしれませんけど、こいつらの主張が正しいかもまだわからないんですよ。この私が嘘をついていると？そこまでは言っていないですよ。ただリーナ先輩を脅したのは事実だ。脅しだと？キリト、やめろ。あんたは貴族という身分とセレルト家の過去を使ってリーナ先輩を恥ずかしめたいだけだろ。無礼な奴め。貴様が資料地の民であったら貴族採決権で。貴族採決権を使えればどんな罰を与えるつもりなんだ？そうだな、貴様が修験学院の生徒であるならば、やはり剣による立ち合いで教育を施してやるだろう。なら受けて立つ。なんだと？キリト！懲罰権や貴族採決権が行使されなくとも、双方の合意があれば一本選手試合が認められるはずだ。ああ、その通りだ。では貴様は立ち合いに同意するのだな？もちろんだ。キリト、なぜ自ら罰を受けるようなことを？リーナ先輩、勝手なことをして迷惑をかけてすみません。でも俺は家柄の都合なんかでリーナ先輩の誇りが踏みにじられることに耐えられない。だから俺は身分なんて関係のない純粋な立ち合いでリーナ先輩に教わった剣技を使い、一人の剣士としてあいつらに勝ちたい。キリト、お前は本当に無鉄砲でしょうがないそば好きだ。だが私はお前を信じている。あやつらにたやすく食われるような剣士ではないとな。それに私に約束したことを忘れてはいないだろう？ええ、俺の全てを先輩に見せると約束しました。状況は変わってしまったが、ここで見せてくれ。お前の持てる力と技の全てを解き放ち、あやつらに勝て。ええ、初等練士キリト、約束を果たしてきます。では平民の小僧、準備はいいな？ああ、いつでもいいぜ。
平民ごときがなぜここまでの剣を。どうする、まだやるか。言っておくけど、あんたがバカにしたそこのソルティリーナ・セルルトは俺なんかよりもずっと強いぜ。禁令持ちのセルルト家がそこまでの剣を。立ち合いはこれにて終了とする。キリト勝ったぜ、ユージは。まったくヒヤヒヤしたよ。キリト、切られたと思ったぞ。ねえ、俺もそう思い。この大バカ者め。だが見事な素晴らしい戦いぶりだったぞ。礼を言わせてもらうよ。独り占めできなかったのは残念だが、お前は約束通り私に全力の戦いを見せてくれた。ありがとう、キリト。リーナ先輩、とにかく無事でよかった。町へ戻ろう。ええ、帰りましょう。我々の剣を見せてやろう。はっ、はっ、はっ、ジェネレーターを増やせ。いった、ジェネレートルミナスエレメント。